希望の光は、日本の都道府県の一つ、福岡県が制定した、県民歌である。作詞、中畑海次、補作、丸山豊、作曲及び編曲、中村八大。本校では、同じレコードの B 面に収録されている、県民温度、福岡温度についても合わせて解説する。発表音楽会が行われた旧電気年体育館1970年。 当時の亀井光知事が県民一体感の情勢を目的に制定を提唱したことを受けて歌詞の一般公募を実施し入選作品を指針で広川町出身の丸山豊が補足した作曲及び編曲は久留米市の旧正中学秋吉高卒業生である中村八大が依頼により担当し10月17日に県民温度福岡温度と合わせて制定 同年11月2日に旧電気年体育館で発表演奏及び入選者の表彰が実施された。高度成長期に作られた歌らしく、北九州工業地帯の発展や空港を称える歌詞が特徴となっている。音源は日本クラウンが木村正明の歌唱によりシングルレコードを製造した。県の公式サイトでは B 面曲の 福岡温度と同じページで紹介されているが、県統計協会が毎年発行する県民手帳には掲載されていない。1990年には博多の森陸上競技場で開催された第45回と、美夢国体開会式の県旗掲揚時に演奏された。健康法課では希望者にカセットテープの貸し出しを行っているが、2015年10月28日付の 読売新聞掲載記事45年前に制定された県民の歌を忘れたによれば2007年以降は貸し出し実績が例になっているという。福岡放送明太ワイドでは同年11月12日の放送でこの問題を取り上げ博多駅前で希望の光を聞いたことがある加通行者に該当インタビューを行ったところほとんどは聞いたことがない。また少数は 聞いたことがあるが歌えないという回答であった。福岡県の県民温度、福岡温度は、県民歌希望の光と同時に制定された。作詞、山形敏一、補作、持田勝実作曲及び編曲、安藤寂一か。希望の光と同じレコードの B 面に、青井広子の歌唱が収録されている。ダンス指導者の久美川勝美が振り付けを考案したが、 普及しておらず、前日の明太ワイドでは、制定時のビデオ映像を見ながら、振り付けを実演する様子が放送された。番組中では、温度というより、フォークダンスのような要素が入っているので、年代関係なく楽しめるし、広めていってほしいとのコメントが紹介されている。福岡温度に関するカテゴリー、ありがとうございます。